石田宝蔵は、日本の政治家。前柳川市長。福岡県柳川市出身。福岡県立三池工業高等学校卒業後、1969年に、柳川消防署入り所。1971年、大和町役場入庁。1994年8月大和町町長,長,長選に、立候補、当選。以後、2005年3月まで3期10年間、町長,長を務める。 柳川市、三橋町、山和町の合併により、新柳川市が生まれたことに伴い、無所属で新市長選挙に立候補。前柳川市長であった河野博士を抑え当選した。4月24日に市長職に就任した。人口の多い旧柳川市長の河野候補が圧倒的有利と見られていたが、マニフェストを掲げ、これまでの政策の転換を打ち出したことが走行し、 改革派としてのイメージが有権者に受け入れられたため、下馬票を覆しての当選となった。しかし、口実の通り、大和町長寺の全日本同和会大和支部への補助金支出が別名目であったこと、柳川市長となって、後のピアス株式会社の工場は土地購入金額が不当に高いとの指摘を受け、同取引に関する購入費用全額の返還請求訴訟を受けていること、 漁業団地用地購入の目的の適正性への疑義など様々な疑念を受けている。これらの疑念は2007年6月市議会以降、継続的に市議会での議案となっており、市政の混乱と市長、市議会間の深刻な対立を生んでいる。2005年選挙では以下のマニフェストを掲げた。しかし、数々の疑惑の露見によって、マニフェストの内容とは、 対照的に姿勢への信頼が揺らぐ事態となっている。柳川市議会6月定例会の一般質問において、全日本同和会山都支部への補助金支出問題に関する質疑が行われた。同質疑を行った議員に対して、情報部分公開決定通知書の交付が行われた。あと、9月定例会の一般質問において、 1997年度から2002年度まで毎年450万円が職員退職手当組合負担金から支出されている事実が指摘された。さらに同行為が違法ではないかとの質疑が行われた。これに対して石田市長は見るのも初めてのことである。承知も認識もしていなかった。と回答した。石田市長の回答に一部議員が不満を高め議会が 紛糾したため、9月28日、真相究明のための全日本同和会大和支部補助金調査特別委員会を設置することが議決された。また、質疑を行った議員が、別途10月4日、別名目からの補助金支出は、地方自治法に違反するとして、当時町長だった石田市長に対して2700円の返還を求める住民監査請求を起こした。 この住民返還請求に対しては、柳川市監査委員は、全日本同和会補助金に対する支出負担行為は、予算措置等において一部適正を欠く事項が見受けられ、極めて不適当であると言わざるを得ないが、違法であるとまでは言えない。として、請求を棄却した。同時に監査委員は、石田市長に対して、補助金は公益上必要な場合と限定しているので、 議会での審議が必要である。歳入歳出予算事項別名最初に明示しないで、議決を得た予算から補助金交付を決定することは、主張の裁量権の範囲を逸脱しかねない、越権行為の疑義を払拭できないもので、今後は、このような事務処理は現に慎むべきである。などの要望書を提出した。12月定例会において、全日本同和会山和支部補助金調査特別。 委員会の報告が行われた。同報告は、市長は、職務怠慢の責任は免れないと、市長自ら身の処し方を判断すべきだとの内容であり、市議会は討論後に、同報告を賛成多数で承認した。これに対して、石田市長は、記者会見で、司法で住民に説明したいと述べ、辞任を否定した。同報告では、石田市長が、 大和町長であった1994から2003年度における不当支出が4560万円に及ぶこと、さらに議会での答弁が虚偽であるとの疑いが強まったこと、さらに議会における説明を行わなかったことから、市議会からは市長の辞任を求める声が強まった。補助金支出の期間と金額。 編集総支出金額1億2851万7860円支出金額1億1701万7860円支出金額4560万円。ありがとうございます。